先生が大変なことでご苦労様でございました。あの今日はあの国交省の案に対してまたその回答を取りに来ていただくわけですが、全部で92件あの電気事業者、放送事業者、業界団体等からいただいたわけでありますけれども、あの先ほど島田副大臣からお話ありましたように、あの説明状態等ということがありまして、かみ合った形で国交省の無事終わったと思ってるんじゃないかなと。指導しているところであります。改めて先生方には春からそろそろ秋の気配もいただいてまいりましたが、本当に当時当選になったことを改めてお礼申し上げながら、今日の後一踏まりよろしくお願いします。